改めまして、こんにちは。こんにちは。私、デール・カーネギー・ジャパンで、今、ダイレクターとしてですね、品質管理の責任者をしております、石原雄一郎と申します。ふふふって笑われた方、今いらっしゃるんですが、石原雄一郎さん似てますんでね、この際ですので、覚えていただければと思います。ではですね、私、今、品質管理の責任者をしているというふうには申し上げたんですが、大事な仕事の一つはですね、アンケート、受講者の方のアンケートを、しっかり読むというのが大事な仕事の一つです。で、これ読んでるとですね、非常に共通点がありまして、多くの受講者の方が、このデール・カーネギーのトレーニングというのは、レクチャーがなくていい。もうとにかくいろんな、エクササイズであるとか、ディスカッションを通して学べるのが非常にいいというふうに、本当にほとんどの方がおっしゃっていただきます。なので、今日2時間なんですけれども、レクチャー全くありません。今日はお互いにディスカッションを通してですね、あるいはいろんな練習を通して、今日このテーマ、これについて学べていければというふうに考えています。なのでもう早速なんですが、ちょっとお隣の方にちょうど3人ずついらっしゃるんで、3人ずつでちょっとね、こうお互いになんでしょうね、輪になるように向き合うような感じでちょっとね、レイアウトを変えていただいてもよろしいですかね。早速ですから、では早速なんですが、最初なんてことありません。お互いに今までの自分の会社人生、仕事人生の中で、この会社のここが自分の自慢だ、自分は今まで勤めたこの会社のここがすごく好きだっていう話、そのエピソードを一つで構いませんから思い出してください。今の会社でも結構ですし、過去の会社でも結構です。自分はこの会社にいた頃ね、本当この会社のここが好きだったんだよっていう、誇りだったんだよっていう部分、そこをお互いにシェアしていきましょう。ついでにね、簡単な自己紹介していただいて構いませんからね。全体で4分間取っていきたいと思いますね。1人1分ぐらいですね。では参りましょう。せーの、スタート。はい、ありがとうございます。まだね、お話途中かも分かりませんけど、ではね、それぞれのグループでこの人のね、お話結構インパクトあったな、いいお話だったなっていう方の、エピソードね、それぞれのグループでお一人分選んでください。で、ちょっとね、お時間の関係で全てのグループに発表いただくことはできないんですが、いくつかのグループにそれを発表いただこうと思いますんで、ちょっとこれから15秒ほど取りますんで、それぞれのグループでこの人の発表いいんじゃないかっていうのをね、ちょっと決めてください。せーの、いきましょう。どうぞ。はい、よろしいでしょうか。ではもうこれね、我々もリーダーですからね、バッと手を挙げていきましょうかね。ではどなたまず発表いただけるでしょうか。行きましょう。では本田さん、どうぞ。本田さん自ら挙げて別の方を指名するという、これは素晴らしいリーダーシップ。聞いた方がお話を、もうどちらでもいいですよ。もう代弁していただいてもいいですし、その方が面白くても我がチームのグループの堀野さんは、今コンビというベビー用品のメーカーを聞いてます。皆さんご存知か、コンビ、ベビーカーで、こちらで揃えてらっしゃるのが、やっぱりお客様とお話しすると、自分の会社はいいものを作っているという、それがプライドということで、社員のモチベーションが大変高いということで、やはりものづくりの会社は羨ましいなということで、一致した次第でございます。はい、ありがとうございます。いいですね。やっぱね、社会に貢献しているとかね、しっかりものを作っているっていうところがやっぱ誇りになっているというんですかね。ありがとうございます。他のグループはいかがでしょうか。はい、では行きましょう。どうぞ。この前大雪が降ったことなんですけども、私ども配達に至るんですが、大雪の中、すごくこう、なんていうんですかね、もう慣れない運転で配達に行って、配達行く方も組合員さんのためにっていう思いで、組合員さんの方も今日は来てくれるのかしらっていうことで、もう玄関先まで行って待っててくれて、今日は来てくれてありがとうって言ってくださる時に、そういう話を聞くと、ああ成長っていいなっていうふうに思って仕事をしています。うわー、いいですね。ありがとうございます。もうお話ぶりからもね、何かこの喜びが伝わってきますよね。ありがとうございました。ではこちら、じゃあそちら行って、じゃあこちら行きますね。はい、どうぞ。セールスフォースの男の人事に坂井君にします。よろしくお願いします。何名か弊社をご存じの方がいらっしゃって大変嬉しいです。弊社 IT 企業で B2B なので、直消費者の方ではないんですけれども、とにかく急成長を実施している会社でして、とにかく人はどんどん来るんですけど、やはり個人プレイヤーが多いので、会社の中でもちょっとまとまり感はないんですけど、大きなイベントがあるとまとまるんですけど、通常の業務の時はまとまりがないので、それをなんとか今これから実は500人教員ですけど、なんとか数年内に1000人にしたいので、そのためには従業員のエンゲージメントというのが大変大切なので、自分にとっても会社にとっても成長できるような
ショーとトレーニングを提供したいと思います。いいですね、ありがとうございます。じゃあまさにそのね、成長っていうところがね、一つの軸になっているということですかね。ありがとうございます。では、はい、どうぞ。私、横川電機の滝瀬と申します。私どもの会社は来年100周年を迎える会社なんですが、私どもは特に石油を原油から精製して原材料にするような、そういう制御システムをやってるんです、うん。6割7割ぐらいが海外のお客様です。メジャーオイルメジャーのシェルスとか BP とかああいったところが主なお客様、うん。私どもの会社の特徴はとにかく社員が真面目なんですね。ちょっと大ひねつけますけど砂漠の赤信号をずっと止まってるような社員として、ともかくそういう制御システムですから、やっぱり50年前からのもの、今のもの、いわゆる継続性というものが非常に重要なんですね。ということで、一つのジョブをやり抜く、やり遂げる力というのが私どもの一番の重要なというふうに感じています。はい、ありがとうございますね。それはまたね、社員の方が自覚されてるんですもんね。ありがとうございます。素晴らしいですね。で、今まさに私たちは、それぞれのグループで、自分の、かつての会社あるいは今の会社の誇りに思う部分をねシェアしましたけれど、まさに今日この場にお越しになった時のこの、グループのつながりとか、あるいは何かこの何て言うんでしょうかね、取り組む姿勢とかと、実際にこのディスカッションが終わった後の今の心境ってどんな変化があります？このディスカッションに入る前と後って、今私たちの心境とかこのチームのつながりにはどんな変化があるでしょう？それをちょっと30秒間でそれぞれのグループで話し合ってください。どうぞ。はい、ありがとうございます。ではどなたか、どんなご意見出ましたか？はい、どうぞ。皆さんそれぞれやり遂げる力だったりとか、そのプロフェッショナリズムだっていうところですけど、好きなことを発表されたんですけど、羨ましくない？あ、なるほどね、いいなっていう、私でもあるんですけど、ない部分があったので、ちょっと羨ましい。じゃあその刺激をもらったってところですかね。ありがとうございますですね。ありがとうございます。ではどうぞ。最初こちらのお部屋に入ってきた時に、机がなかったので、椅子だけだったので、いろいろとこうそういうケーススタディ、グループワークとかするのかなとか、ちょっとこう少し不安な気持ちを正直思ってたメンバーが複数いたんですけど、実際にこういうふうに話をした後は、他の方うん、ありがとうございました。いいですね、正直ありがとうございますやっぱそうですよね、最初なんかテーブルもないし、ちょっと今日はなんだなんだ、なんか話し合いさせられるのかなみたいなね、ちょっとドキドキされてたかも分かりませんが、今実際に話し合ってみたら結構いいもんだなっていうふうに感じられた方多いんじゃないかと思いますね。まさに今日がこのね、エンゲージメントっていうものの一つのキーになるかなと思いますね。私たちが組織の中で、どういう感情を持ち、どういう態度を持っている状態がエンゲージメント、従業員エンゲージメントにとっていいのかということですよね。一つはやっぱり自ら今発言しました、しかもその中でいい実体験、それをシェアしましたよね。そういったものが何かひょっとしたらヒントがあるかも分かりません。で、今日はこの2時間、残りの2時間の中でどうやったら私たちはその会社、今の組織の中でエンゲージメントを高めていけるのか、そういう文化を作っていけるのかというのをですね、お互いにこれからディスカッションしていきたいと思います。で、始めていく前にですね、少し我々のね、自己紹介をさせていただきたいんですが、そもそもちょっと今までデール・カーネギートレーニングの何らかのコースなり、説明会でも結構ですけれども、なんか参加したことあるぞって方どれぐらいいらっしゃいます？おお、だいたい半分ぐらいですかね。ありがとうございます。いいですね。大川さん、どんなところで参加されましたか？あ、私は8週間のコースを、デール・カーネギーコース参加されましたか？一番我々の、歴史の長いコースですね。どんなふうに思われました？コース終了されてみて。いろんなことを学んだんですけど、やっぱりこう一歩コンフォートゾーンを出て、そういうところでこう全然違う、自分がこうちょっと変わっていける。なるほどね。まさに個々人がまさに変われるんだってことを実体験されたってことですね。ありがとうございます。で、私たちまさにそういう活動をもう今年で102年続けております。もともとはアメリカで始まったんですね。アメリカのニューヨークでした。で、 YMCA でもともとデール・カーネギーという人物がですね、話し方教室を始めたのがきっかけです。で、そうやって社会人にいわゆるパブリックスピーキングを教えてたわけですよ。でも、いろいろ教えてると実はそれだけじゃなくて、多くの社会人たちが実は人間関係に困ってたりとか、実はリーダーシップの取り方に困ってたりとか、あるいはもっと言うとストレスマネジメントにやっぱ困ってる、そういう状況をやっぱ彼は憂いてですね、デール・カーネギーコースをまさに作ったのが始まりになります。で、それ以降もうね、
102年経ちまして、もともとアメリカだけだったんですが、今やもう世界91カ国30言語以上で全くこれと同じようなものを展開しているということです。まさにその文化によらない、歴史によらないもの、ないと普遍的なものをご提供させていただいているということが言えるんじゃないでしょうか。日本でもですね、もう51年、こういった活動をさせていただいているということです。そしてこの本どれか読んだことあるぞって方どれくらいいらっしゃいます？おお、これはさらに多いですね。じゃあ、長吉さんどれ読まれましたか？人を動かす。お、一番ね、読まれてる本ですね。人を読まれ、あ、人を動かす読まれたことある方どれくらいいらっしゃいます？あ、じゃあほとんどの方読まれたんですね。この本が一番売れてる本、読まれてる本ですね。まさに人間関係とか、いわゆるどうやったらリーダーシップ取れるかっていうことを説いた本になります。で、Amazon のノンフィクションのジャンルでは常にトップ10に入ってますね。それぐらい読まれてる本です。もういろいろ言い方ありますけどね、聖書の次に読まれてる本だっていうぐらいね、それぐらい大げさなことも言われてますけど、でも本当にそれぐらい読まれてますよね。ビジネス書ランキングなんかでは常にトップに入ってますよね。で、ちなみに道は開ける読まれた方は、お、これも結構いいですね。ありがとうございます。こちらはストレスマネジメントの本になります。どうやったらストレスを改善できるかとか、どうやったら悩みを、軽減できるかということですね。で、この両方の本なんですが、全ての本がそうなんですが、一切偉そうな理屈とか難しいこと一切書かれてません。エピソードしか実は書いてないんですね。こうすると人間関係良くなるよとか、こうするとリーダーシップ取れるよとか、こうすると人から協力してもらえるよとか、こうするとストレスが減るよっていうことを、いろんな人とか歴史上の人物のエピソードがたくさん散りばめられています。だから分かりやすい、だから読まれてる、だからパワフルなんですね。もしまだお読みになってない方いらっしゃったらね、ぜひお読みいただければと思います。それぐらい日本だけでも900万部以上がもう売れているということです。で、あと我々のトレーニングをね、まさに大川さんのように終了してくださった方ですね、たくさんの方がいらっしゃって、もう世界ではもう900万人以上、日本でも10万人以上の方が受けてくださっています。で、有名な、ね、方の中で言うと、こんな方がたくさん受けていただいているんですが、例えば日本コカ・コーラの元会長さん、大谷さんは、彼は、ね、アメリカで受けたらしいですね。本場のアメリカのデール・カーネギーコースを、お受けになったらしいんですが、もう本当大谷さんはいろんなところでね、いろんなセミナーとかいろんな講演会とかいろんな雑誌のインタビューなんかで、とにかくこのデール・カーネギーコースを受けて今の自分があると、グローバル企業のリーダーとして今のこの地位があるのはデール・カーネギーコースのおかげだというふうに言ってくださってます。で、全く同じことをこの新しさんですね、一番右のジョンソン&ジョンソンなんかで社長を歴任された新しさん、この間もね、講演会行きましたけれどもね、デール・カーネギーコースのお話させていただきましたね。あとはね、Google さんの元日本法人のですね、名誉会長さんの村上さんという方、この方も全く同じことをおっしゃってます。で、100周年記念イベントの時にですね、お越しいただいて記念講演をしていただいたんですけれども、おっしゃってたのは、いまだにやっぱこのデール・カーネギーコースで学ばれたことを毎朝紐解かれてるっておっしゃってましたね。自分はちゃんと人間関係できてるかとか、リーダーシップ取れてるかとか。で、最近本書かれたんですね、どうやったらグローバルリーダーになれるかっていう本なんですが、その丸々一章を使ってデール・カーネギーコースのことを書いていただいてたというね、それぐらいファンになっていただいてますね。で、あとはね、世界的に有名なのはこの方です。これ、この方知ってる方ちょっと手を挙げていただけますか？お、山本さん、この方どんな方ですかね？世界的に有名な投資家。そうですね、おそらく世界で一番有名な投資家じゃないかってことですね。2007年にはマイクロソフトのビル・ゲイツを抜いて、世界一の金融資産を持つ億万長者になった方ですね。バークシャー・ハサウェイというね、会社を持っている、社長さんであります。で、ついこの間ですね、おととしですかね、CBS ニュースで彼のオフィスをテレビクルーが取材するっていう企画がありまして、あんまりめったにないんですけど、そういうこと。で、そこでね、ウォーレンさんつって、あなたのオフィスの中で何か思い入れのあるものありますかって言ったら、スーッと部屋の隅に来まして、これだって言うんですね。これなんかどっかで見たことありますよね、これね、お母さんだったらね、これね、まさに同じものをお持ちだと思うんですが、デール・カーネギーコースの修了書です。もうこれがあったから今の自分があるっつって一番におっしゃいましたね。もうそれまで人前で自分の名前すら言えなかったけど、もうこのコースのおかげで今や本当にこんだけのコミュニケーションスキルを持って人々に影響を与えられるって、ついでに結婚もできたっつってましたそれぐらい影響を受けたっておっしゃってましたね。で、あとは企業導入実績で見てもフォーチュン500社、つまり世界トップの500社ですよね、その中の9割以上の会社が我々のトレーニングを使っている。もう世界をリードするような企業がさらに自らを高めるために我々を使ってくださっているということです。
で、これがその証拠なんですね。過去5年間の受講者の方に対するアンケートを取りました。取ってます、すでに取ってます。で、その結果なんと 97.7% 以上の方は、 97.7% の方がもう期待以上だったと、満足したというふうに言ってくださってますね。ですから、まあこれぐらい我々は品質の高いものをご提供させていただいている自負があるということです。で、紹介はさておきですね、じゃあ今日はそんな我々が何をこの2時間の中でやっていくのかということなんですね。でそもそもエンゲージメントということなんですが、どうでしょう、御社あるいはまあ今まで勤めた会社の中でこのエンゲージメントっていうものを一つのテーマとして取り扱ったことある方どれぐらいいらっしゃいます、まあ、人事の担当者でもいいですし、お、若干名ということですかね。あるいはそもそもエンゲージメントってなんかよく分かんなくて来たぞっていう方は、大きいですよ、全然大丈夫ですからね。ありがとうございます、正直にありがとうございます。今日はいい機会だと思いますね。まあ少なくともエンゲージメントって言葉聞いたことあるぞっていう方は、お、ありがとうございます、いいじゃないですか。まずそれが何なのかっていうことをね、少しだけ簡単にディスカッションしていきましょう。そしてその中でどうやったらみんなが働きたい、社員が満足できる、もうやる気を持ってきちんと成果出せるような企業になれるのか、それを議論していきますですね。そしてその組織の作り方です。そしてさらにそのためのプロセスがありますから、それも少し見ていきたいと思います。で早速なんですけどね、じゃあちょっと今お話しさせていただきましたが、エンゲージメントっていう言葉っていろんな意味があって、で従業員エンゲージメントっていうとね、またちょっとこうスペシフィックというか、まあ、具体的ないろんな意味があるんですが、私もいろいろ本読みましたけど、結構ね定義違うんですよ、読む本によって。なんか幸せ指数って書いてあったりとか、満足指数って書いてあったりとか、いろいろありますが、ちょっと私たち今知ってる時点で結構です、知ってる時点で結構ですんで、我々個人的にはどういうふうな認識をお持ちですか。従業員エンゲージメントって聞くとどういうものというふうにお考えでしょうかね。ちょっと今のグループで話し合ってください。どうぞ1分間です。はい、ありがとうございます。ではちょっとどんなご意見出ました、どなたでも結構ですよ。これ当たり外れ、間違ってるとか全然ないんでね、それぞれの個人的な定義ですから、いかがでしょう。はい、どうぞ。熱い気持ちがあるとエンゲージメントを結ぶっていう、そういう、なるほどね。一つはコミットメント、はい、ね、しかも熱いっておっしゃいましたね。そこが結構ポイントかなと、なんか薄っぺらい約束じゃなくて、やっぱコミットメントがしっかりあるんですね。ありがとうございます。他の方いかがでしょう。はい、どうぞ。人と会社との、まあ、つながりの太さが出たんですけど、そこにやっぱり感情的な、なんて熱さといいますか、そういうものが入っている、それがエンゲージメント。なるほどですね。日本ではなかなかいい言葉がないよねっていう。ああ、その通りなんですね。だからまあわざわざエンゲージメントという言葉を使ってるんですけど、おっしゃる通りで、一つはやっぱりこう頭でしっかりこう分かってるって状態ですよね。ちゃんと成果出さなきゃいけないってね、そのためにスキルも伸ばさなきゃいけないし、知識も伸ばさなきゃいけないし、能力も伸ばさなきゃいけないし、でも頭で分かってるだけじゃなくて、ハートできちんとね、感情面でしっかりそこにコミットがあるかどうかですよ。それがまあ我々が提供している一つの定義ですね。ちょっと分かりづらいんで、これ見てください。これを見るとね、なんとなくわかる。もしあなたの友人がこう言ったら、どんな職場や社員を想像するでしょうか。うちの会社ね、働く場所としては最高だよって私たちの友達が言ってるとしましょう。どんな会社想像します。ちょっと30秒で話し合ってください。どうぞ。はい、ありがとうございます。ではどんなご意見出ました。どなたでも結構ですよ、こんな意見出たぞっていう。どうぞどうぞ。はい、どうぞ。厳しくない、ゆるい、居心地が良い、そういうところも含めてねみたいな環境である、ゆったり仕事できるぞっていうところも含めてね、あ、なんか居心地がいいなっていう、いいじゃないですか、ありがとうございます。他の方は、はい、どうぞ。同じようにゆるい会社、ぬるい会社かもしくは仕事にやりがいがある、あ、なるほどね、どちらとも取れるよねという。そうですね、そこなんですよ、両方ですよね、これって これだけ見てれば、つまりこんな状態、なんか楽しいねっていう、やりがいあるよねっていう、あ、なんかこの会社好きだっていうね。でもだからといっておっしゃる通り、ゆるくってひょっとしたら製品の品質低いかもしれないし、ですよ、でしょ、すごく生産性が悪くって赤字垂れ流してるかも分かんないですよね、ひょっとしたら。なんか分かんないんですよ、それは。この言葉だけでは、おそらくこれは単純に従業員満足度かな、言ってみれば、それが言えるってことですよね。じゃあ逆にこれどうですか、こっち忘れていただいて、こっち忘れていただいて、こっちだけ聞いた、うちの会社取引相手としては最高だよ
言われたら、それだけ聞いたら何想像します？30秒間です、どうぞ。はい、ありがとうございます。もう皆さんかなり勘ぐっておられるんですが、どんなご意見出ました？何でもいいですよ、はい、どうぞ。あ、私はですね、ウィンウィンの関係が構築できるような素晴らしい会社だというふうにポジティブに取りました。なるほどね、ありがとうございます。要するにその会社とお客様がですよね、ウィンウィンの要するに関係にあると、はい、要するにきちんと ROI としてちゃんと、まあ、納得できるってことですよね。投資したものに関してはしっかりリターンがあるっていう、そこの価値の要するに交換がきちんとできてるってことですね。俺はいい会社だなってことですね。でもこれって結局社員が幸せかっていう保証ってあります？なぜないですかね、堀本さん。苦労してですね、無理してるっていうのもあるはずなんですよね。相手を、立てるか。そうですよね、馬車馬のように働かされて、もう朝から晩まで、はい、もう本当にワークライフバランスも何もなくって、どんどん人が辞めてってるかもわかんないですね、ひょっとしたら。そういう会社もありますね。またその話は後でしましょうね。ありがとうございます。要するにこれはもう本当にまあ成果、お客様に対するコミットあるわけですよね。だからここで言ってるその従業員エンゲージメントっていうのは、もう勘のいい方はお分かりだと思いますが、この2つが同時に成立してるっていう状態ですよ、簡単に言うと。なんか社員も満足してるし、お客様も満足してるっていう会社ですよね。そうするためにはどうすればいいかっていうことです。ですから単純なこれは従業員満足度じゃないっていうことですね。そこが大きなポイントです。 ROI もしっかり、お客様に対するコミットもいるということですね。で、まあ、本当にいろいろエンゲージメントの、定義あるんですが、ここではまあこう定義させてください。で、まあ、ちょっとそもそも論なんですけどね、まあ、最近本当昨今エンゲージメントっていうことがものすごい言われてきてて、エンゲージメントって何ぞやっていうとこから始まって、なんで必要なのっていう部分があるんですが、もうこれはもう最近今に至ってはですね、あまりこの重要性についてはもう当たり前だよねっていう話にもうなってますね。エンゲージメント高い会社ってのはそうじゃない会社に比べて、まあ2倍以上のパフォーマンスを発揮しますと、まあ、売上高も利益も含めてね、2倍以上のパフォーマンスを発揮しています。株主に対するリターンに関しても 19% 高い、離職率がもう非常に低いっていうね、ここはもうね当たり前のこととして議論が進んでますね。ですから、まあ、ひとまずはこのエンゲージメントっていうものをきちんともっともっと考えて高めていこうじゃないかっていうのが今の流れですね。ですからホワイですね、エンゲージメントなぜいるのかっていうところの議論はもうほとんどされてません。これはもう明らかですから。じゃあどうすればいいのかっていうのが今まさに、まあ、ホットな話題というか、そこの部分ですよね。で、まあ、少しそれをさらに理解していくためにですね、エンゲージメントのレベルっていうものを考えていきたいと思います。ちなみにちょっと今までこのエンゲージメントのセミナーワークショップは4回シリーズで、今まで今回も合わせて4回やってるんですけど、今までのシリーズに来たことあるぞって方何人ぐらいいらっしゃいます？ OK、 3名ですね、ありがとうございます。じゃあそれもちょっと参考にさせていただきますんで、これもじゃあこれもご覧になったことあるやつですね。で、エンゲージメントっていうものをさらに分かりやすく理解するためには、この3つのレベルに分けると非常に分かりやすいんですね。一つは完全にエンゲージしてるっていうレベルです。社員が完全にエンゲージしてる、もう本当にまさにおっしゃった熱意を持ってやるぞってなってる状態ね。こんな特徴があります。テキストにもありますからね、メモリ必要ないですよ。で、もう一つは、まあ、部分的エンゲージメント、英語で言うとね、パーシャリーエンゲージメントってなんて言われますが、またの名をノットエンゲージメント、エンゲージドって言われてます。つまり、まあ、言ってみればエンゲージしてない状態のことを言います。部分的って言われてるけどしてないと思ってください。これはもう一つはもっとひどい、ディスエンゲージなんですね。ディスエンゲージド、つまり英語で言うともっとひどいんですね、アクティブリーディスエンゲージドって書いてあります。わかります？能動的にエンゲージを壊してる人たちなんです。で、この3つに分けて考えると非常に分かりやすいんで、今までの人生、仕事人生の中で、まあどれでも結構です、どれでも結構です、それぞれね、どんな人今までいました？自分の同僚で、自分の上司で、自分の部下で。ひょっとしたらもう一番に思い浮かぶのがこの人だみたいなね、話もあるかもしれないし、いやいやここ思いついた、何でも結構です。とにかくですね、自分がとにかく思いつく人物の話をこれから少しね時間取ります。お互いにその話をして、ちょっとよりここにね理解を深めていきたいと思います。では今までの仕事人生の中でどんな人を目撃しましたか、その話を2分間でやっていきましょう。せーの、スタート。はい、ありがとうございます。では聞いてみたいと思います。まずこの完全なエンゲージの話された方、どれぐらいいらっしゃいます？おーおーおー、何かいらっしゃいます。どんな方いらっしゃいました今まで？やっぱり仕事で
あの尊敬されてるような人、うん、まさにこういう3つ離れよう。ああいいですね。具体的にはどんな方いらっしゃいましたか。あの私のボスの、お、今の今はちょっと変わってしまう。あ、そうですか、はい、いいですね。そういう上司の下で働くとどうですか、やりがいとか。その200、202% 202% のパフォーマンス発揮すぎるのだよ。それを実感しながら。あ、いいですね、それはね、お羨ましいですね。ありがとうございます。いかがでしたか。まあ、私より下の年齢の下のメンバーなんですけども、必要だったんですけども、うん、あの配属内で品質管理の部門に行ったりだとか購買の部門に行っても、そこでそれなりにきちんと合わせてくると確かに、うん、必ずどんどんポジションも上がっていってるっていうので、お、その前向きな姿勢というか、うん、若いのにすごいなって。 なんでそこまでその方はエンゲージされてるんですかね。どこにその源泉があるんでしょうかね。なんですかね、うん、いや、なるほどですね。でもそれぐらいやる気を持ってやってるとですね。ありがとうございます。もう一人いらっしゃいましたか、どうぞ。私はちょっとこう一つなんか疑問に思って、私もともとは今もコンサルティングなんですけど、こういうのはちゃんとやってて、こう旗から見るとエンゲージ、私から見てもエンゲージしてる方はいるんですけど、なんか多分半分ぐらいはそうこうポジティブにこう好きだみたいなんじゃなくて、ちょっとこう、まあ、コンサルって結構アップアウトみたいなのがあるので、うん、そのフィアの部分でエンゲージしてる人もいるのかなとか思いながら、それって完全なエンゲージになるのかなとか思いながら。要するにその恐怖でもってドライブ、そうですね、されちゃってる人ですか。そういう方どうなんですかね。どうなんですかね、うん、長期的に見た時にどうですか。持つ限りは持つ持つ方は 202% の成果を出すけど、でもドロップアウトしちゃう人も結局いるかもしれないところですね。ありがとうございます。そこはすごく大事なところだと思いますね。その恐怖っていうそのものがどういう影響を及ぼすかっていうのはね。でこれはまあ、今日はあんまり触れないんですが、今までのセミナーの中で少し触れさせていただいたのは、やっぱそのネガティブな感情っていうのはやっぱ長続きしないっていうことなんですよね。やっぱそのエンゲージしてる人を研究した結果、多くの方はポジティブな感情を持っています。一つは、尊重されてるっていう感情を持ってますね。尊重されてる、英語で言うとバリュードってなりますけどね。でもう一つはコンフィデントですよね、自信を持ってる。そしてもう一つはインスパイアードですね、うわーってやる気持ってる。そしてもう一つはね、今日ずっと熱意って話で出てきてるんですけど、エンスージアスティックなんですよ、熱意があるっていうね。で最後にエンパワードです、自分に権限が与えられて、しかもそれをやる、まあ要するにその体制ができてるっていうね。権限だけ与えられてても力がないと仕事できないじゃないですか、上司がやらせてくれなかったりとか。ですからきちんと権限もあって、そのエンパワードっていうのがその非常にキーになってくると言われてます。ですから統計的に見てもやはりポジティブな感情を持っている方がやはり本当の意味でのエンゲージメントを得られるっていうふうに出てますね。なるほど、ありがとうございます。で少し統計なんですが、こんなデータですね。我々デール・カーネギートレーニングが、まあアメリカを中心にグローバルで、統計を取りました。アセスメントをやって、その結果、例えば US 米国だと、それぞれのレベルの人たちは、まあ、これぐらいのパーセンテージがいるということですね。まあ、大体何でしょうね、正規分布っていうんですか、うん、3割ぐらいの方が完全なエンゲージをしていると。で一番多いのはやっぱここなんですね。でグローバルで見たときにはもうまあそんな感じでしょうか。多少やっぱりグローバル、おそらく新興国なんかも含まれてますから、非常に、まあ、この辺が高くなってきているということですね。で気になる日本なんですけど、これどこのサーベイ見てもやっぱ低いんですね、日本はね。残念ながら稀に日本高いよってところあるんですけど、いろいろちょっと取り方が違うんでね。大体多くのサーベイ見るとやっぱりね、この完全なエンゲージってとこ一桁台ですね、一桁台。はい、でものによってはディスエンゲージとか過半数ぐらいいっちゃってるサーベイもあったりして、ちょっと我々も今集計してるところなんですけども、改めて非常にやっぱりその国によって少しその感覚が違う。もちろんね、点数の付け方違いますから、感覚が。日本人はどちらかというとやっぱり低めにつけるっていう傾向があるって言われてますから、その辺もひょっとしたら出てるのかもわからないですけど、でもまあこういう感じなんですね。
で我々のやりたいことはやっぱりここのパーセンテージを増やしていく、そのためにはどうすればいいかっていうところをねディスカッションしていきたいんですよ。でいろんな研究をした結果、エンゲージしている従業員を増やすためにはこの3つが非常に重要だっていう研究結果が得られました。これはデール・カーニー・トレーニングがですね、統計的な解析を行っていろんなアンケートサーベイをもとにですね得た一つの結論です。一つはこれが非常に重要なんですって。なんとなくうんうんっておっしゃってる方はそうだそうだってね多分合意されてるんだと思いますが、当然そうですよね。一番影響のある人ですもん。そしてもう一つはそれだけじゃない、経営幹部に対しての信頼があるかどうか、ちゃんとビジョン示してくれてるかとか、うん、きちんとその経営幹部とコミュニケーション取れるかとか、経営幹部は我々のためにきちんと幸せになれるような環境を作ってくれてるかとか、いろいろありますよね。でもう一つがこれです、組織に対する誇りです。で今日は主にここですね、ここのお話をしていこうと思います。で今まで4回ものとしてこのワークショップやらせていただいてるんですが、1回目はまあ全体のその概要をお話しました。で2回目は、ここですね。で3回目がここで、いよいよここに入っていこうと思います。ただこれ出すと本当にそうかいと、本当にこれ当たってんのってよく言われるんで、念のためですね、まあ、簡単なアンケートをですね1回目のワークショップの時にやらせていただいたんですね。こんなアンケートやりました。簡単なアンケートですけどね、これらの中で従業員エンゲージメントに最も影響のあるもの、大切なものはどれだと思いますかっていうことをさせていただきました。これね、給料とかね、もちろん給料大事だという方いらっしゃいますよね、もちろんね。あとワークライフバランスかな、昇進できるかな、ちょっとこういうのも入れましたけどねドーナツ食えるかみたいなね、ただでドーナツ食えるかとか、そういうのやったんですが、あの結果がですねこのようになってます。これですね、これは本当生のデータです。実際にいらっしゃった方見事に現れましたよね。もうここがやっぱ多いんですね。特に日本はここが高かったですね。あの外国人の方も一緒にあの別の機会にやらせていただいたんですが、特に日本人の方はここはこんなに出てるってですね。でここも多かった。で今日はまさにここですから、ですからあの感覚的に見てもこの3つっていうのはやっぱ非常に重要だっていうことが、まあ、多くの方のそのアンケートから得られたということです。で、今回もですね、じゃあどのようにその組織、今回のテーマはまさにこの組織の誇りってものをどのように高めていくかと、文化をどう高めていくかってことなんですが、社員の方が組織に誇りを持ってる組織ってのはこういう特徴があるっていうふうに一般的には言われてます。ちょっとこれテキストにはないんですけれども、まあ、7つね挙げてみました。今までの仕事人生を振り返ってみてね、なるほどなと思うことってありますか。今までの会社生活を振り返ってみて、確かにこれ重要だよねって思うものがおそらくいくつかあると思うんですよ。それについてそれぞれのグループで3分間で話し合ってみてください。これ確かに体験したことあるぞ、これ大事だと思うぞっていうものですね。いきましょう、せーのスタート。はい、ではどんなご意見出ました。何でも結構ですよ。これ確かに大事だよな、こんな経験したよっていうね、どなたかいかがでしょう。はい、どうぞ。ネガティブなんですけど、はい、2番がピンと来てですね、ほうほう、組織の倫理観って実はよく分からなかったんですけど、組織のリーダーの倫理観ってやっぱ大事だな、うん、そこがしっかりしてると社員は結構やっぱり安心してちゃんと働いてで、ずっと以前に働いてた会社と全く逆のことがあって、どう考えてもその人は、あとは外人だったんですけど、はい、本社のことしか見てないし、うん、本社に対して自分の見え方ばっかり気にしてて、うん、でその社員のことをなんかもう虫けらのように扱うって言ってね、なるほど、取り巻きの国以外は全然、うん、そうすると周りももう定感っていうんですかね、諦め感で、あもうあいつも早く本社に帰ってくるんないかなあいつが日本社長やってるんだ、逆の意味でやっぱりそこ大事なんだな。なるほどね。ここがなかった時にそんなインパクトがネガティブなインパクトがあったってことですもんね。なるほど、ありがとうございます。やっぱそうですよね、まあ、今リーダーの倫理観っておっしゃいましたけど、やっぱそのリーダーの倫理観ってものがね、組織の倫理観としてやっぱこうわーっと影響しますもんね。ありがとうございますですね。そうですよね、自分の見え方ばっかり気にしてるとね、いやですね、ありがとうございます。他の方は、はい、はい、どうぞ。あ、私はですね、あの7番が非常に分かりやすくていいなって思ったんですけど、なるほど、いろんな会社さんをこう訪問させていただいた時にですね、やっぱり空気っていうのがあるんですよ、うん、
で、あ、この会社って素晴らしいなって思える会社っていうのはやっぱり非常に皆さんが和気あいあいとして非常に楽しそうに仕事を楽しそうにして、なるほど、ところがシーンとしてですね、暗い会社っていうのがあるんですね、はあ、でこの会社やばいんじゃないかっていう、その昔の余震管理ではないんですが、はいはい、そういうことっていうのはすごいピンとくるっていうふうに思いました。だからもう非常に定性的なものなんだけれども、なんかわかんないけどその場に行って楽しい雰囲気があったりとか、ね、声が、ね、明るかったりしたら、 そうですね、それは一つのシグナルかもわかんないですね、やっぱりね、いろんなものに物語ってると思いますね。それがまたきっと成果に表れるんでしょうね、はい、ありがとうございます。他の方は、はい、どうぞ。素晴らしい。今はですね、5番のところなんですけれども、会社全体がグローバルで、チャリティーが今度盛んでいますけど、で、ワンマンマンポリシーといいまして、社員の 1% の時間と、製品と、お金を社会に提供しようと思って、常に7日間ボランティア計画をボランティアをしてます。例えばどんなボランティアとかされてるんですか？そうです、来週の全員でやるのがあるんです、はい、NGO の例えば障害の方のお世話をする、乳児院を行かされている場所のお世話もしますし、お掃除をしたりとか、はあ、あとは里山とか、保全に行ったりとか、まあ、とにかく日本はちょっと国内なんですけど、アメリカですとちょっと南米に行くプランもあります。シャリティーはとにかく盛ん、なんとなくそれが誇りに思える。いいですね。それは何か特別なその専門 の、まあ、その舞台があって、そこがいろいろアレンジしているの。あ、そうなんですか。社会の人自分たちの製品を社会に貢献できる、製品も戻る。なるほどね。例えばどこかで家事とかあると、無料で製品を提供すると、例えば今まで連絡がなかったそのマーケティングのツールを使って助けに行けないと、従業員の方の反応なんかはいかがなんですか、そういうことをやってるってことに対して。あ、そうですか。じゃあそれによってやっぱ会社に対するエンゲージメントが非常に高くなっていると。ありがとうございます。いい話でしたね。いいですね。ありがとうございます。他の方はもう一人ぐらい聞いてみましょうかね。はい、どうぞ。私が、ま、昔いたところは一番目 その企業理念みたいなところは結構浸透してたかなと思っていて、もう企業理念というか企業理念が多分行動って感じ落ちてて、でそれがこう書いてあるだけじゃなくて、日々の業務の中でそれをこういちいち言われたり言ったりしながら仕事をしていると、まあ当然意識の中で重要性を占めているのかなと。そうすると、まあ、結構厳しい環境でも会社に対してのエンゲージメント、まあ共感してるっていうところが多分あって、でこう相乗効果で、ね、良くなってたところはあったのかなと。なるほどですね。私4社ぐらい行ったことあるんですけど、他は見たことなかったので、ちなみにどんな行動規範なり企業理念だったんですか？まあクライアントファーストだとか、クライアント一番大切にしましょうだったり、プロフェッショナリズムが重要ですよだったり、階層に縛られないでちゃんと意見しましょうだったり、重要な人、あ、人が一番の人ですっていう、そういったぐらいというか、しかもそれをいまだにしっかり覚えてらっしゃるってことですよね。そんだけ染み込んでるってことですよ ね。だからそういう他のメンバーとのインタラクションの中でやり取りの中でそれがちょいちょい出てくるってことですもん ね。あ、それはいいですね。だからこそやっぱこれが浸透して、それでもってやっぱ会社のまとめりが出てくると、ね、ありがとうございま す、ね。じゃあ今度逆の質問しますね。逆の質問、どれやるのが一番難しいですか、御社で。今の会社としましょう。今の会社の中でどれが一番難しいですか。携帯電話 iPhone とか出していただいて QR コードを読み取れる方いらっしゃいます。ここに入っていくとそのサーベイに入れますんで、ぜひやってみてください。もしQR コードリーダーがない、でもウェブブラウザーがあるっていう方はここに入っていただければ、ここに到達できますから。結果をですね、じゃあ入れていきますね。
あ、今21件入ってますね。こんな感じですね。どうすか。22件。どこが一番多いですか。ここ6番、6番が一番多いですね。うん、1番と6番が一番多いですね。エンパワーされ自ら意思決定できるところが一番難しいってことですからね。これ難しいんですよ。であとは企業理念っていうところ、そこに共感してもらっているかどうかっていうところが次に多いですね。であとはまあこの辺がバラバラっと入ってきてるんですね、社員を尊重してるっていう部分、この辺難しいなっていう方がお二人、それから社員は職場に来るのは楽しみっていうね、このまさにあの部分ですね、そこが難しいなっていう方がお二人で、倫理観のところがお一人という感じですね。ちょっとこの結果をまあ踏まえていただいて、ちょっとね、まあ確かにそうだね、うちもそうだなとかね、いろいろな思いが今あると思いますんで、ちょっとこれからまた2分間取りますんで、それぞれのグループで話し合ってみてください。この結果を見て思ったこと、どうぞ。はい、ありがとうございます。ではどんなご意見出ました、まだね、あの今日は発言したい方、してない方も含めてね、どんどん積極的にこんな意見あったよっていうふうにね、発言いただければと思います。いかがでしょう。はい、どうぞ。今ここで出たら6番の話をしているときに、うん、なんでじゃあエンパワーできない、意思したってできないのかって、その上司が、出るという、そういうことの経験があって、なるほど、出ましたけれども、その上司も自分も、認められた経験とか、うん、褒めるボキャブラリーとか、うん、それを持ってないとできないよね。なるほどね。エンパワーされないっていう、でも逆にそういうのを持っていて、自分が持っていて自分の部下にそういう体験とボキャブラリーがあるとエンパワーできて、うん、じゃないかね、なるほどですね。要するにその負の習慣っていうかね、それが未だに残ってんじゃないかってことですね。ありがとうございます。滝瀬さんなんかね、今すごくいい上司にね、ついたことがあるというふうにおっしゃってましたけど、こういう点に言うといかがでした、その上司の方っていうのは、その出る杭を打つとか逆に打たないとかっていう点で言うと、出すぎると打たれないっていうのもありますよね。どういうことですか。どういうことですか。出る杭は打たれるけど、出すぎれば打たれなくなる。ほう、抜かれるっていうそれどういう意味なんですかね。コッピングされちゃう、はあ、もっと高いポジションに上げる。なるほどね。逆にだからもっともっとやると、それを推奨されてたってことですか。ああ、それはいいですね。お前はできるからもっと上行けと。それは組織が行きますね。ありがとう。やってるかどうか別だ。お前ならこれやれそうだみたいな。なるほどね。でもいいですよね。それがやっぱ人材を生かすってことだと思いますね。ありがとうございます。他の方は、はい、どうぞ。私たちも6番についてもんですけど、自分のその一人一人のジョブディスクリプションがあまり明確になりきっていない、うん、で例えばそのあるチームでこの仕事を仕上げてくださいっていうのだと、自分一人では決められないので、うん、こうまあ、いろいろとチームの中で話し合って決めていくと、なかなか個人的には自分自ら意思決定できるっていう。なるほどですね。そこにオーバーラップがあったりとか、責任が分散したりするとっていうことですね。ありがとうございます。そこも一つありますね。お、他にはいかがですか。ではそちらのグループはどんなご意見でました。まあね、一番の価値観について話したんですけど、ある程度企業規模が大きくなってくると、やっぱりね、みんなが同じ価値観で働くっていうのは難しいってことなんじゃないですかね。はなるほどね。あの一生懸命あの大きな企業で会社としてもその価値観みたいな、これで見せていただいたんですけど、カードでうちの価値観はそうだって書いてあるんですけども、あかりご自身が人事もなんでそういう思いが強いのもちろん、なんか浸透しない。なるほど。それやっぱなんで浸透しないんですかね。まだ落とし込めてないんですよね。あ、なんか言ってるよ。また住谷さんがなんか言ってるぞみたいな感じになっちゃう。やっぱそこが浸透しない一つの理由かもわかりますよね。ありがとうございます。さっきあのドライバーのところにね、やっぱ経営者に対する信頼っていうところがありましたけど、やっぱそこにやっぱ隔たりがあるとね、その社員と経営者の間に隔たりがあると、またなんか言ってるわみたいな感じにもなっちゃいますよね。それも一つあると思います。あとは伝え方の問題もね、いろいろあると思いますよね。ありがとうございます。ですから
どうでしょう、ちょっとまあこれバッとご覧になってね、まあ、難しいっておっしゃってたところあるんですが、今のじゃあ逆にね、今の会社、自分の属する会社をより社員エンゲージさせるためにどこをテコ入れすれば一番効果がありそうですかね。今の自分の会社の社員のエンゲージメントを考えるってこと、高めるってことを考えたときに、どこの点を一番テコ入れすればより効果的にエンゲージメントが実現できそうでしょうか。ちょっとこれもね、お互いに90秒間で話し合ってください。どうぞ。はい、ありがとうございますね。それぞれね、その会社さんによって全く違うと思いますしね、一つだけじゃなくて複数だっていうところもあるかもしれません。でもう少しね、具体的にどうすればいいのかってことを見ていくにあたって、ちょっとね、他の会社にもね、目を向けて、そこからちょっと学べることはないかなってことをね、見ていきたいと思います。でここで一つね、ちょっと登場した言葉なんですが、誰もが働きたい会社っていうふうにちょっとあえて訳してみたんですが、エンプロイヤーオブチョイスっていうのが元々のこれ、英語ですね。選ばれるエンプロイヤー、つまり雇用主ということです。社員から選ばれるということですな。で、まあ、そういう会社ってね、どういう特徴があるかっていうと、まあ、いろんな軸があるんですけど、この3つの軸で見たときに、社員から選ばれる会社っていうのはこういう特徴があるというふうに言われています。まずちょっとバッと見ていただいて、思い当たる会社って何かありますかね。我々なんか普段使ってるサービスを提供している会社でも結構ですし、あるいは自分の取引先でも結構ですし、あるいは自分の会社がそうだっていう方も中にいらっしゃるかも分かりませんね。6ページを開いていただくと、それが各ページがございます。まずね、この 1,2,3 この特徴を見ていただいて、あなたが最もね、誰もが働きたい会社だと思う会社の名前をまず挙げてみてください。自分自身でこれに該当するような会社ってどんな会社があるでしょうかね。まずちょっとそこまで書いていただけます？どうぞ。はい、ではね、今書けてるとこまでで結構です。どんなこと書きました？同じグループの方と見せ合ってみてください。どうぞ。はい、ありがとうございます。では聞いてみたいと思います。どんな会社の名前出てきました？何でも結構ですよ。ここ面白い。はい、どうぞ。あ、3人 Google って書きましたか。ちなみに今日 Google の方いらっしゃってます？お残念ですね。okay、なぜそれが出てきたんでしょうかね。これのどれをやってるからそう言えるんでしょうね。従業員のところですね。もう遊んでるようにしか見えないスペースそれがなぜか分からないんです。それがそれ、いやでも結構全部当てはまってるんですから。私はむしろ一番の組織のところで、すごくイノベーティブなサービスをどんどん出して、なんか言うのよなってずっと組み入れてるとか、あとおっしゃったみたいに、やっぱり社内がすごく自由で、どう見ても遊んでるようにしか見えないとかありますよね。ありますね。私も一回行ったことあるんですよ、オフィスにね。もう受付のバーンって前が何かっていうと、図書館みたいなね、図書室ですからね。面白かったですね。まあ、これ有名な話ですから、だと Google なんだっけ、Google Earth 使ったことあります？ Google Earth って要するにこう 3D のね、地球がバーッとあって、いろいろこういろんな角度から地球見れるやつ。その画面が前面とこっちの面と全部、要は3次元でこう見れるようになってて、ぐりぐりこういう操縦桿動かすと世界のどこでも行けるっていうね、そういうものが置いてあったりしましたよね。ね、いろいろ面白いですね。さあ、他にはどんな会社の名前出てきましたか。はい、あ、じゃあ行きましょう。どうぞ本田さん。スターバックスとオリエンタルランド。スターバックスオリエンタルランドね。なるほどね。あ、本田さんの本田店ではなくて車のメーカーの本田さんですね。話してるんですね。ディズニーランドもそうだし、スターバックスもそうだし、私はホンダの車乗ってるんでですね、カーディーラーとか、要するに一人一人がこれを見たときに、あ、生き生きと働いてる、こういうことを思わせる、あるいはその新聞雑誌で組織も活性化してる、こういうようなこと、それが誰もが働きたい会社になるのかな。なるほど、いいですね。じゃあ社員の顔を見てもやっぱり全然生き生きとしてるというところですかね。はい、ありがとうございます。ですね。ではそちらいかがですか。なんかおご指名ですけど、三浦さん。長野にある地方 のメーカーなんですけど、ええ、まあ、皆さんご存じないんですけど、寒天を作っている寒天パパっていう。寒天パパ、ほう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 。で、工場も大きいんですけども、森の中で作ってあって、木をあんまり切らずに工場を作ったりだとか、従業員の福利厚生も家族も含めた海外旅行とか、それで結構急激な成長を望まず地道な成長で確実に進めているっていうことで、まあ、地域の
子さんお家のところはぜひ地元の方に行かせたい。なるほどね。あ、いいですね。それはもうゆるがの証拠ですよね。うちの子を生かしたいっていうのはね。ありがとうございます。同じようなのあれですよね、未来工業さんなんかもそうですよね、きっとね。ご存知ですかね、未来工業さんね。あの未来工業のっていう名前聞いたことある方どれぐらいいらっしゃいます？お、ありがとうございます。じゃあちょっと詳しい方どなたかご説明いただけませんか。どんなことご存知です？あ、ごめんなさい、詳しくないですか。じゃあちょっとどんなことご存知です？いや、あの日本で一番大切にしたい会社、はい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 、ミラクルトライの会社で、あの残業ゼロだとかですね、非常に風通しのいい会社。そうですね。で、あの人事制度も非常にユニークな、でほうれん草が禁止してるっていう社長さんから聞きました。そうですね。でほうれん草をするとダメになる、感情的になるので、ほうれん草はやめてる。ありがとうございます、はい、有名な話ですね。もうね、ほうれん草禁止ですからね、うん、営業所作ってからなんか 社長は全然知らなかったっていうね、営業所が増えたこと。逆にそんなの俺には言うなよっていうね、そんなこと書いてらっしゃいましたけど。あとやっぱその休みが多いとかね、うん、まあ、相当強固なビジネスモデルを持たれてるんだと思いますが、まあ、そうは言ってもやっぱ社員 の, やっぱその幸せとかっていうものをすごく大事にされてる会社さんですよね、まあ、それで本当にあの成長されてる会社さんです。で、まあ、そういうところからね、まあ、我々まあ学んでいきたいわけですよ。でこういう特徴があるよって話なんですが、まあ、こういうのを見てるとね、まあ、大体頭に浮かぶのは、まあ、こういうのは経営者の仕事だよなっていうね、うん、まあこれには関係ないなっていう方も中にいらっしゃるかも分かりません、心情としてね。でもパッと見た時に、じゃあ私たちは何ができますかね、私たち自身は、個人個人は、要は他責にするんじゃなくって、自分自身で何かできる範囲で、要はこれに近づけていくためには一体どんなことができるでしょうね。何でも結構です。ちょっとね、あのこの端っこの方でも書いていただいて結構ですから、どんなことができるでしょうね、我々個人個人。はい、ではそれぞれのグループでね、まだできているところまでで結構ですから、あと人から同じグループの方から聞いてみて、あ、それ確かに自分もできるなと思ったら、ぜひ自分のに付け加えてみてください。では3分間話し合いましょう、どうぞ。はい、では何人かの方に聞いてみたいと思います。いかがでしょう、自分はどんなことができるでしょうね。はい、ではどうぞ。あのこちらで話をしてみたのは、まずやっぱりその、まあ、お客様だったりだとか、あるいは取引先と の人と人との関係性を強化していく、うん、でそれで満足度を高めていただくのが、うん、やっぱりこうそちらの会社にとって利益になるんじゃないかと、うん、いうことと、あとそれぞれ個人の、スキルの向上をしていくべきじゃないかと。お、なぜでしょうかね、それは、それぞれがやっぱりあの高め合うことによって、うん、いい雰囲気が生まれたりだとか、うん、ただその中であのそれを認めないような、例えば上司だったりとかがいると、うん、なかなかそこがうまくいかないんじゃないかなっていう話も出ました。なるほどですね。そういう面もね、やっぱそのアクセルがあってもね、やっぱブレーキっていうのはねあるかも分かりませんからね。ありがとうございますですね。他の方は、はい、どうぞ。やっぱり、いい組織と言われるためには儲けなきゃいけないんで、 お客さんを大切にしなきゃ。まずね、なるほど。でいい組織になるためにはやっぱり仲間を大切にしなきゃ、うん、で最後に、いい組織で言い続けるためには自分を大切にしなきゃ。方法、自分を大切にするってのはどういうことでしょうかね。要するに先ほどの話もやりましたように、目標を持って自分をモチベートするのとか、うん、働きすぎないのとか、おほほほ、大切にするのとかということ。なるほどですね。やっぱね、幸せじゃなかったらね、人を幸せにできないですもんね、やっぱね、自分自身がね。ありがとうございます。もう一人ぐらい聞きましょうかね。ではいかがでしょうか。ではそちらのグループはどんなご意見出ました。まずは、自分が成長していくことで、まあ、それで会社が成長してお客さんにもいいものを与えられるっていうことを話してました。うん、私自身のとしては、ちょっと本当、演芸とは逆の会がいるような感じで、ほう。なんかもう、仕事を頼んでもそれは僕の仕事であります。じゃあような人がいるようなちょっと仕事で、まずその男の子からちょっと変えてもらい、変えたいな。なるほど。それは配置換えしてほしいってことですか、それは。いや考えを。考えをね、はいはい。でまあ、そういう、人が、まあ、たまにこう採用とかもやってしまうので、うん、まあ、こう優秀な人材を取り入れるとか採用してくるというところで影響してくるので、うん、まあ、まず人事の私たちが、まあ、
けの気を持って会社を好きになって、こう、まあ、営業じゃないですけども、うん、これから当社に入ろうとしてくれる人に手を振ることで、まあ、優秀な人材というのがどんどん来てくれる、うん、素晴らしい。まずやっぱ自分から変えていくってことですよね。要するに人に期待しすぎるんじゃなくって、まず自分からまず一歩踏み出してみるってことですな。ありがとうございます。素晴らしいと思いますね。で、最後のページ、あの7ページなんですけれども、ここにはですね、あの今までの議論をまあ集約した形でね、ちょっとまあ、あの要はこういうのなんていうんですか、あの頭文字取ってね、アクロニムっていうんですか、少し表してみました。テキストにもありますからね、あのメモ取る必要ありません。で、プライドってね、まさに今回のテーマは誇りなわけですね。その頭文字を取って、我々自身、ちょっとあのすみません、で、ね、テキストね、ちょっとこれ誤植がありまして、感謝と称賛って書いてありますけど、これ感謝と称賛ではありません。これですね、プライド、誰もが働きたい組織にするためにというのがこれ正しいタイトルですから失礼しました。で、このこれらをやると、まあ、要するにもっともっと我々は誇りを持って社員をエンゲージさせることができるということは、まあ、今までの議論でね、まあ、ずっと議論してきたわけですね。で、最後に少しよりお互いの意見を交換して、このプライドっていうこのねコンセプトをね、もっともっと理解していこうじゃないかと、うん、ということをやっていきたいと思います。何をやるかというと、このプライドの意味はもうここに書いてありますよね。これ読めば分かりますから大丈夫だと思いますね。で、今までの仕事人生の中で自分自身がこれを目撃したとか、あるいはこれを実際にやってみて社員が誇りを持ったっていう経験があると思うんですよ。少なからず一個は。その経験を一つだけ取り上げてください。今まで自分が明確な目的を持って何か取り組んでみて誇りを持ったとか、あるいは人にそれをやってみてその人がなんかすごく誇りを持っちゃったとかね、そういうことです。あるいはそれを目撃したでも構いません。その経験を90秒間で話してください。話し方少しだけ指定しようと思います。もうすでに我々のトレーニングを何とか受けたことのある方はもうおなじみのやつかもしれませんが、マジックフォーミュラという話し方でこれを話していただこうと思います。マジックフォーミュラですね。フォーミュラこうかな、すいません、続いて正しくわかりませんが、要するに魔法の公式、魔法の話し方って言われている方式なんですね。何が魔法なのかっていうと、魔法のように聞いてる人をやる気にさせることができる話し方って言われてます。その特徴は極めてシンプルです。3つの構成からなってます。1つ目は出来事を話す。自分に起こった出来事、あるいはその目撃した出来事そのものを話してください。その場面を切り取って、そしてその後行動、つまりこの話に基づいて私が聞いている皆さんにおすすめしたい行動はこういう行動です、だからこういう行動を取ってくださいっていうふうに言うんですね。ですからこういう行動を取ってくださいというアドバイスです、これは。そしたらこんな利益が得られますよっていう、そしたらこうなりますよ、社員が誇りを持ちますよとか、すごくやる気を持って 102% のパフォーマンスが上がりましたよとか。もう一回言いますよ。まず出来事、もうこれほとんど 95% ね、9割、まあ、95% かな、ほとんど出来事話すんですよ。で、最後にですからこうしてみてください、そうするとこんないいことがありますって話なんですね。これ出来事の部分と行動利益の部分、どっちかっていうとどっちが結論ですか、これ。こっちとこっちどっちが結論ですか。ここが結論ですよね。私たち新人教育の時に結論いつ言えって習いました。最初に習いましたね。本当はこれ結論先に言うっていうのが我々がいつもやってるビジネスのコミュニケーションですよね。それ正しいんです。どっちかが正しくてどっちかが正しくないってことではありません。結論から先に言わなきゃいけないことありますよね。やっぱ時間がなかったりとか早くポイント伝えたかったりとか。ただいきなりこのね行動を伝えちゃうと時として不都合が生じちゃうことがあります。例えばどういうことかというと、とにかく目標設定やってみましょうよってなんかわけも分からず言われたらどう思います。 えっつって、何って、
俺に何か今お願いしてんのってなりますよね。つまり人間は行動をバーンと言われるとちょっと抵抗が起こってしまうんですよね。これ買ってくださいとかね、さあさあさあこの飲みかけの水これ飲んでください堀野さんって言われたらどう思います？ですよね。こんな汚いもの飲みたくないよって思いますよね。やっぱね、人間はやっぱ行動から言われると時として抵抗を起こすんで、逆にね、起こった出来事を話してまずしっかりとそれを納得してもらいましょうってことなんですね。でもそれだけだと分かりづらいから、最後にですからこういう行動を取ってください、そしたらこういうメリットがありますよっていうメリットも言うんです。ここが大きなポイント。別に行動だけでもいいでしょ本当は。でもわざわざメリット言ってるんですよ。なんでメリットを言った方がいいんだと思います？そういうことですね。我々は利益があると思うとやるんですよ。その行動をとって何かの利益が得られると思うからやるわけですよね。ですからねっつって、このエビアンのこの飲みかけのやつですね、以前私の飲みかけのこのボトルをですね10本飲んだ方いらっしゃるんですよ。したらね、10歳若返ったっつって、白髪は全部黒くなるしね、もうなんか筋骨隆々になるし、もうほんとね元気になった方いらっしゃるんですよ。飲みませんか？そしたらね、10歳若返りますよって言ったら、ちょっと飲む気になったでしょ。ならないですよね。なんていうか信憑性がないから。だからここでの大きなポイントは、信憑性のある話しなきゃいけないんです。わかります？ですからありありとその信憑性のある話を描いて同じグループのメンバーに伝えてください。ですからやることは、今頭の中に1個エピソードありますね。そしたら今度はどんな行動を伝えるかってことも考えましょう。そして利益はどんな利益があるかなってことも少しまとめてください。そしてやることは、それぞれのグループ3人ないし4名ですから、それぞれのメンバーに今の90秒間の話をしていきます。その方が終わったら次時計回りで次の方というふうに進んでいきます。ただし聞いてる方聞いてる時にね、自分の番が回ってきてないと、まだ回ってきてないとね、聞いてるふりして何考えます？聞いてるふりして自分どんな話しようかなって考えますよね。それはリーダーとしては失格ですよね。ですからしっかりと聞いてる方の話してる方の話を聞いてください。そしてどんな学びがあるのか、この人からどんな教訓を得たのか、そういうことをね、ちょっとメモを取っていただきたいんですね。そしてそれをその話した方に伝えましょう。こういうところがすごく学びましたよって、あなたの強みってこうですよ、そういうことでも構いません。よろしいですか？ではちょっとね、頭の中で整理していただいてね、30秒後に始めますよ。はい、そうです、90秒です。まあ、今回練習ですから90秒ぴったしじゃなくても結構ですから。そうです、これのどれかを使ったっていう経験ね、どれかをやってみたぞっていう経験です。1個でもいいし、まあ、1個かな、やっぱ90秒ですからね。はい、ではよろしいですか？ではね、それぞれのグループの中で最初に話す人を決めていただけますか？これも立候補でいきましょう。決めてください、どうぞ。OK。 そしたら他の方何するかっていうと、その人から学んだこととか、その人の強み、その人のいいところ、それも書いてください。OK？ どっか書いていただいて、でその方が終わったら30秒程度でフィードバックしていただきますから、ここが良かったですよ、ここが学びがありましたよっていう感じでね、30秒間でフィードバックしていきます。そして時計回りで次の方っていうふうに進んでいこうと思います。よろしいですか？では最初の方から参りましょう。私と真ん中時計でね、ここで時計測ってますから、20秒前ですとか10秒前ですというふうに言いますんでね、その時計に従っていただければと思います。では行きましょう、せーの、スタート。はい、そこまでです、ありがとうございます。では30秒間フィードバックお願いします。どうぞ。どんな学びありました？どんな良さがありました？はい、ありがとうございます。では時計回りで次の方参りましょう。次の方ご用意はよろしいですか？大丈夫ですか？いきますよ。ちなみにこれ、念のための確認ですが、この発表の目的は聞いてる人をやる気にさせるってことですからね。聞いてる人を説得するってことですから、魔法のように相手をやる気にさせるのが目的ですから、そんな風に話していただければなと思いますね。いきますよ、せーの、スタート。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では一旦ね、ちょっとこちらご注目ください。ありがとうございました。いかがでした？実際にお互いに話してみて、おー、なんかいろいろ刺激受けられました？いいですよね。やっぱ生のね、その証言というか実際の経験にはそれだけのインパクトがあると思うし、それをやっぱシェアするだけでもね、いろんな学びがあると思います。で、まあ、こういうことを使って私たちは組織のね、エンゲージメントをこうステップアップ、成長させていかなきゃいけないんですけれども、少しだけ最後にね、おさらいをしたいと思いますね。
でまずまあ何していくかっていうとやっぱそのカルチャー作んなきゃいけないですね。今日まさに今日やったことです。経営者としてあるいは個々人としてねカルチャーしっかり作っていこうという思いを持ってまず始めてみなきゃいけない。もう今日から始めなきゃいけないということですね。まずそれです。一番はそしてもう一つしなきゃいけないのはもうこれされてるところもあるんじゃないでしょうかね。今までのセミナーの中でねもういろんなアセスメントされてるっていう会社さんも何社かいらっしゃいました。やっぱその今エンゲージメントが、まあ、どれぐらいのレベルなのかっていうことをね見える化するということですね。これちなみにもしたことあるぞっていう方はどれぐらいいらっしゃいます。会社でこういう取り組みしたことあるっていうのは。おお、ありがとうございます。何社かいらっしゃいますね。今までのセミナーでも何社かいらっしゃいました。あとはグローバルでねこういうアセスメントをやって国々の間にいろんな差異が出てくるんで日本はいつも低くて困ってますっていうね話もされてましたけれども、やっぱまずは一旦ここでエンゲージメントの見える化をしていくと、まあ、そしたら当然のことながら何がまずいのかどこがうまくいってないのかってことが分かりますから、それに基づいてアクションプランなり策定をしてですね、そして、まあこれ大事なことなんですけどね、やっぱ議論していくってことですね。人事が主導で、まあね、議論していく、人事だけが議論していくってことじゃなくて、やっぱ社内全体でみんな巻き込んで議論していく、それがやっぱエンゲージメント一つ生み出すと思いますよ。どうすればよくなるっていう議論ですよね。ファシリテーションです。で今までのこれシリーズ4回ものなんですが、今までのセッションではどんなことを話してたかっていうと、さっきこれ覚えてます、これすいませんちょっと戻りますが、これですよね。ここがやっぱインパクト大きいんですよ。上司がやっぱりそのエンゲージメントを高めるキーパーソンなんですよね。ですから我々のおすすめとしてはここですね、やっぱりそのマネージャーに対するトレーニングを行っていく、まあ、我々このトレーニングをもう102年間やってるわけですが、マネージャーのリーダーシップスキルだったりマネージャーがどうやって部下をエンゲージしていくかっていうそのノウハウですよね。それを我々持ってますから、それを使ってしっかりとマネージャーに自らしっかりと改善をさせる。でそれがうまくいったら当然のことながらこれも大事ですね、しっかりうまくいったね、エンゲージメント上がったよねっていう賞賛をやっていくということです。でちなみにもしですねエンゲージメントの測定アセスメントご興味があれば、我々もそのツール持ってますから、グローバルで測定できるツールを持ってますので、もしご興味があればですね後からコンサルタントにお聞きいただければと思います。では最後ですね、9ページを見てください。9ページを、ここが一番大事なページかも分かりません。今日いろんなことを議論してきました。お互いのいろんなエピソードを聞いたりとか、優れたねエンゲージメントを高めてる会社、いろいろ議論してきましたが、じゃあこの議論に基づいて我々はどんな一歩を踏み出すのかということですよね。これからどうするのかということです。9ページをどのように使っていただいても構いません。書けれるところから書いていただければと思います。今日のこの2時間もうすぐ終わろうとしていますが、この議論に基づいて自分は一体何をするのか、でポイントはいいですか、ポイントは自分自身がっていうところがポイントです。自分自身が誰かに何かを期待するではなくて、いつも我々から始めていくということですよね。ですから自分自身が何をまずできるのか、何をやっていきたいと思うのか、それをできる範囲で結構ですから、ここにまずまとめてみてください。2分間時間を取ろうと思います。いきましょう、スタート。はい、よろしいですか。ではですね、今私たちはコミットメント書きました。コミットメントをしっかり達成していくためには、一つ大事なことは紙に書くってことですね。覚えてられる、明確化できるってことです。もう一つ大事なことがあります。意外に知られてないことですが、それを口に出すってことですね。口に出すってことです。それによって我々の脳みそにもしっかり働きかけましょうということですね。我々の脳みそは我々自身の言葉も聞いているというふうに言ってますね。ですからしっかりとパフォーマンス上げている人っていうのはいつもポジティブな言葉を吐いています。そうじゃない方はどっちかっていうとネガティブな言葉を吐いているかもしれません。ですから今日はねまさにそのコミットメントを少しエネルギッシュにね、冒頭でエネルギッシュって話ありましたから、でそれを少し自分なりにねエネルギッシュにしていただいて、そこに書いてあることを読んでみてください。よろしいですかね。これからやるのはそれぞれのグループで、まず最初にそこに書いてあることを読む方を決めてください。全部読む必要ないですから、まあそうですね、1人25秒とかそんなもんです。そしてその方が終わったら次の方、時計回りで次の方というふうに進んでいきましょう。よろしいですかね。では全員立ち上がりましょう。でぜひともね、一人がコミットメントしたらね、拍手でね祝福してあげてくださいね。頑張ってねーってね、今日この会場出てからね、まさに戦いがまだ始まるわけですからね。よろしいですか。では最初の方ね、まずちょっとじゃあ立候補で決めていきましょうか。最初にコミットする方 OK
ではその方から始めていきましょう。全員が終わったら座ってください。いきましょう、せーの、スタート。さあではですね、全員が終わりましたんでね、最後締めくくっていきたいと思いますが、結構私この言葉が好きでですね、これボブ・ケラーさんといって、エンゲージメントの本の中では最も有名な著者の一人かもしれませんね。その方の言葉です。従業員が素晴らしい会社で働きたいとどれほど思っているかということを決して侮ってはいけないというね。ここにいらしている皆さんはですね、やっぱりエンゲージメントというものに対して、やっぱり何らかの課題意識を持ってこちらの方にいらっしゃっていると思います。自らのエンゲージメントを上げたいという方もいらっしゃると思うし、それよりも何よりも自分の組織のメンバー、組織の人々をやっぱりエンゲージしたいという一つの責任感のもとにね、ここにいらっしゃっていると思います。ですからまさに私たちはこれですよね、この言葉をやっぱり大事にしていかなきゃいけないと思いますよ。まあ、みんなしっかりといい会社で働きたいと思ってるんですよね。うん、誇りを持てる会社で働きたいと思ってるはずです。でそれがまずできるのは、今私たちコミットしたようにまず私たちからっていうことだと思います。で今日2時間というね、非常に短い時間の中でしたが、本当にね、そのどうやったら誇りを持てる会社になるか、それを本当、まあ、エッセンスだけでしたけれども、皆さんと一緒に学ぶことができました。皆さんの貴重なご意見のおかげでね、すごく質の高いセッションになったと思います。まさにね、この言葉を常に胸に抱いていきながら、ちょっとずつで結構ですから、今コミットメントページに書いたことをね、少しずつやってみてください。そしたら必ず結果が出て変わって、社員も絶対にパフォーマンスね、できれば 102% ね、そこのところに達成できると思いますんで。ではね、今日はこれにて終了です。皆さんとお会いできて、学べて本当に良かったです。また皆さんにお会いできるのを心から楽しみにしております。ありがとうございました。お疲れ様でした。